ケプラー1647は地球から見て白鳥座の方向にある連星系である。ケプラー1647はケプラー 1647A とケヘプラー1647バイトの2つの構成からなる。どちらも太陽に似た G 型主系列星である。ケプラー 1647A は太陽の1.2207倍の質量と1.7903倍の半径を持つ。 太陽よりやや大きい構成。表面温度は 6210K であり、太陽より 400K ほど温度が高い。一方、ケプラー1647バイトの質量は、太陽の0.9678倍、半径は0.9663倍である。表面温度は 5770K で、太陽とほぼ同じである。二つの構成は 0.1276AU、離れており、 11.26日でお互いを、公転している。年齢は44億年と推定されており、これは、太陽の46億年に近い値である。ケプラー1647という名称が付与される。前はコイ -2939、キック547万3556と、呼ばれていた。また、 ニマスでの識別名称はニマス J19523602 プラス4039222となる。2015年にケプラー宇宙望遠鏡のトランジット法観測によってケプラー1647系を公転している惑星候補コイ -2939B が観測され2016年6月13日に正式に存在が公表された。 それにより、ケプラー1647ビットという確定名称が付与された。ケプラー1647ビットは、連星系全体を公転している修電星惑星である。そのため、ケプラー1647ビットと表記されることもある。ケプラーが発見した修電星惑星としては11例目である。 ケプラー1647ビットの大きな特徴は、現時点でトランジット法によって発見された、太陽系外惑星の中で最長の光転周期と軌道長半径を持つことと、修練性惑星で最大の大きさを持つことである。これまでトランジット法で発見されて、最も光転周期と軌道長半径が長いのは、ケプラー421ビットで大きさが判明している。 終連性惑星の中で最大だったのは、ケプラー16ビットだった。しかし、ケプラー1647ビットはこの3つの記録を更新した。光天周期は1107.5923日と3年以上に及ぶ。半径は地球の11.8739倍である。質量は地球の483206倍と誤差が大きい。 原生系からの距離は 2.7205au であり、太陽系では小惑星帯付近にあたる。また、この軌道は液体の水や生命が存在できるハビタブルゾーン内に位置している。ケプラー1647ビットは巨大ガス惑星と考えられるため、生命の存在する見込みはあまりないが、周囲に岩石で構成された大型の衛星があれば、 生命が存在できるかもしれない。NASA はこの惑星をスターウォーズに登場する架空の修練性惑星タトゥイーンに例えている。木星より大きい修練性惑星もケプラー1647ビットが初めてである。この表現はケプラー16ビットが発見された時にも用いられた。ありがとうございます。